DV マニアがヤフーでトレンド乗って主婦が怒ったぞ。せえ、バカ。てめえが DV されてんの、おめえの親、おめえが選んだ旦那が悪いんだろうがやんの。俺の精神じゃねえぞ、バカ誰が。なんで俺が責められなきゃいけねえんだ。んなバカみたいな男と結婚したてめえが悪いんだろうがや。なんで俺が責められなきゃいけねえんだ。俺がお前に DV してたら俺が責められる道理はあるけど、おかしくねえか。なあ。おかしくねえ？おかしいよな、そんなのな。俺、女に手なんかあげたこと一回もないぞ。俺言っとくけど、あれ、白雪姫みたいな扱うからな、ネットで。こんなに女に、本当にバカだよな、みたいなこと言ってるけど。ああ、そうですね、つって。ムツゴロウみてえな、彼氏だからな、俺。ムツゴロウみてえな、彼氏なんだぞ。なんか今日おとなしく雑談してやろうかなと思っていたけど、あれだな、世間から怒られてえな。昨日 DV マニアをヤフーのトレンドにメール来てたわ。DV マニアがヤフーのトレンド4位で加藤純一が5位でしたっつって。負けてた俺。DV マニアに。悔しい。だがそれでいい。脇役でいい。ちなみに森の王はランク外でした。俺はそれに期待してたんだけどな。なんだかんだ言って、あんだけ愛してあげたんだから、みんなもチコリータ好きになったかなと思ったけど、全然好きじゃなかったらしい。どうやら。嫌いになっちゃったよ、余計。森のお前さ、自分より嬉しい。俺より嬉しいよ。俺別に自分が入っても大して嬉しくないけど、森の方がトレンド入りしたらマジで嬉しい。テンション上がった、今。それはマジで嬉しい。ありがとう。これからもよろしく。森の方を。よくやった。頑張った甲斐があった。みんな検索したら、森の王ってなんだ？っつってバカじゃねえの？騙されてんだよ。メモースチャンネルの牢獄に。いねえよ、森の王なんて。夢見やがって。現実見ろや。仕事探せ、バカだれや。森の王って検索する前に、ハローワークで検索しろや。深夜の2時ぐらいにアホみてえに森の王って検索しやがってよ。ウキウキと。森の王ってなんだ？つって。新しいキャラクターか？つって。レートでも森のお使い絶対やだわ。使用ランキング何位か教えてくれ。頼む。チコリータの最上、なんだっけ？チコリータの最終進化系ってなんだっけ？ベイリーフ。あ、違う。メガニウム。メガニウムは強いんだ。689位らしい。クズなの？クズなの？まさか。ゲの嬢なんだ。クズらしいよ。どうやら。800人いて、600位ぐらいらしい。らしいよ。悪いな、メガニウムまで育ててあげられなくてよ。それだけが心残りだな。俺は。不思議花とか使ってんだろ、みんな。俺は、じゃ、このままじゃさ、マッシュブーンも使わなきゃいけない、メガニウムも使わなきゃいけないっつって、アスペレート1000になるから、もうその意識は俺の外から外すわ。ほんで、もう絶対無理だから。1450ぐらいましかいけないから。このままじゃどんどん落ちこぼれていく、俺が。そう、なんかね、あれなんだよ。本垢じゃないとね、D 以降表示されねえんだよ。クソ仕様で。4位 DV マニア、5位加藤ジェジ、6位森の方だったし。お前、俺に肉薄してんじゃねえ。ふざけんなよ。おめえ15位ぐらいで喜ばれてるうちが花なんだよ。勘違いしたな。そういうとこだぞ。ぐいぐい来ちゃダメなんだよ。そう、縁の下の力持ちは。
俺もいるよっつって、サマーズの大竹みたいに、いや、やってるねっつって、それぐらいがちょうどいいんだよ、それぐらいが。